どうも、ラビットの渡辺です。松本です。はい、ということで本日は、はい、オリジナルクイズをやってみようということで、はい、今回私がオリジナルのクイズを出したいと思います。じゃあ答えたいと思います。よかった、答えてくれて。さあ、それではオリジナルクイズはですね、なんか聞いたことあるなクイズ。なんか聞いたことあるなって思わせるんで、それが何なのかっておもろそう、おもろそうだな。まあ例題、うん、例題、はい、うん、320円。え、なんだっけ。アリは温泉のやつやんな。あ、エリ元々が出てけ。分かってんのに。もう分かってる。出てけ。もう出てくる。320円。それやめて。うっとうっと。そのワードやめて。え、アリはがここにいる。じゃあ、え、何やったっけ。何やったっけ。マジで出てけ。まあ例題なんで。ちょ、分かってんねん。分かってんねん。分かってんねんけど。うん、アリマが邪魔してるんで。アリマがじゃ、じゃあアリマじゃないよな。320円。それやめて。それやめて。マジで出てけへん。俺以外みんな出てるよな。もうみんな出てるよ。俺以外みんな出てるよな。みんな出てる、うん、え、何やった答え言って。ホテルニューアマジン。何がアリマやねん。アリマが来てもうたからもうな、うん、ホテルニューアマジや。全然南に行かれへん。なんか温泉で旅館で、そうです、アリマ温泉で、ね、引っ張られすぎて、はい、ごめん、これ例題でこんなことになると思う。台無しです。ごめんなさい。ちょっと不安ですね。こっからほんまに答えれるんかどうか。やめる。え、変わる。ヤマピーと変わる。いやいやいや、ヤマピーさん分かってました。いや、分かんなかったです。あ、分かんなかったです、はい、え、分からんパターン。はい、ホテルニューアージ、あ、ホテルニューアージかっていう感じ。なるほどなるほどなるほど。まあ確かに最近聞いてないですからね。そうか、はい、じゃあ、こんな感じで。じゃあちょっと安心した。はい、うん、じゃあ、はい、早速、うん、こっから本番なんで、はい、いきますよ。それではオリジナルクイズ、なんか聞いたことあるなクイズ第1問。飛んで日にいる夏の虫。え、ホテルニューアージ。いやいや、違う。ちょっと待って、ちょ、もう一回言って。もう一回いくよ。そればりうっといわ、その変な文言。なんなんそれ、なんでその文言にしてんの。いやいや、なんとなく適当や。適当や。いきますよ。はい。飛んで日にいる夏の虫。最初、前半わけわからんねんけど、うん、後半めっちゃヒントだな。そう、後半わかる。ちょ、もう一回。夏の虫。せーの。飛んで日にいる夏の虫。ちょ、めっちゃむずい。え、わかるっすか。分からんすよね。飛んで日にいる夏の虫。スピード的にはこれぐらいかな。あ、出てきそう出てきそう。絶対聞いたことあるね。めちゃくちゃ聞いてる。それやめて、それやめて、それやめて、それやめて。ホテルに。いやいや、もう歌わない。持っていかれてるから。何やその顔。ふくしゃみ前みたいな。みんな分かってんのかなこれ。ちょ、もうごめん、ギブギブギブ。いきますよ、うん、正解は、うん、明治ブルガリアヨーグルト。そうや、明治ブルガリアヨーグルトや。飛んで日にいる夏の虫。明治ブルガリアヨーグルト。ちょっとちゃうな。じゃ文字数がな、文字数がちゃんとしてほしい。いや、まあまあまあ、第1問目やから。まあまあしょうがない。うん、それはちょっと、それはちょっと申し訳ない。ちょ、ごめん、ちょ、次当てよ、うん、次当ててほしい、はい、次は簡単かもしれない、うん、じゃあ第2問いきますね。第2問。またやってるの。それはもうそれじゃない。それはまだやってるの。トゥルトゥルトゥル。まだやってるの。
デュル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 、いやもうむずすぎる。いやいや、ちょっと待って、いやこれは答えてほしい。いやほんまになんか聞いたことある、なんか聞いたことある。デュル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 、あ、そう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 、デュルデュル、これ正解近い。うん、デュルデュルデュル、まだやってるぬる、うんぬ、いたい。そうそう、そこでも大事かもしれない。 CM? CM ですね。 CM 一番最後に、一番最後に、一番最後に、まだやってるぬる。あれ、もうなんか私の予想よ、予想はもうサクサク答えられて、うん、どうしよう、尺全然足りへんわっていうか、まず、あ、めっちゃちゃんと考えなあか、うん、わからないですか、全然わからないですよね、全然わからん、マジで。じゃもう一回言って、ちゃんと見てる人にも言いますよ、うん、まだやってるぬ、聞きなじみはすごくあるとは思うねんけどな、うん、ちょっとこれギブしていいやいや、ちょマジでヒントもヒントヒント、うん、ヒントはね、まあ何の CM、うん、まあ、やってんるのめっちゃ聞いたことあんねん。まあそれこそあのホテルニューアワジと か、うん、なんかそう地形のやつですね。え、旅館系、まあ、旅館、旅行系、旅館、まあ旅館ちゃ旅館やし、旅行ちゃ旅行やしみたいな。トリバゴとかしかいやいやいや、むずすぎるやろ。言って聞いたことあんねん言って答え、いきますよ、うん、正解は奈良県ご覧の、ちょっとむずいわ、それはちょっとむずい、ちょっとむずい、奈良県ご覧のやから。え、そんな高かったね。奈良県ご覧の、そう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 、まだやってるの、ちゃちゃちゃ、まだやってるのって今日落ちて、奈良県ご、ええ奈良健康ランド、じゃあ奈良健康ランドじゃないよ、奈良健え、大元が間違えてる、いや間違えてる、嘘やん、まだやってるの、じゃあまだやってるのじゃないよ、全然違う、今のはもうちょっとエグいですなんやろ、なんかアバカで、もう一回言って、奈良健康ランド、奈良健康ランド、奈良健康ランド、いやね、まだやってまだやってる、まだやってるの、じゃじゃ普通さっき言ってたやつで、さっき言ってた、あの問題の時のトーンで、まだやってるの、チャンスよね、うん、そのキーがな、ちょっと低かったな、低かったもしれない、はい、それはもうじゃあちゃうくないちょっとねちゃっとした言い方、ねちゃっとした言い方これはいや物言いがひどいっていやでもこれはそうやな、これはでもちょっとっ、うん、気づかんと思う、もうちょっとこう、なんらん健康ランドの、うん、まだやってるのと、なんらん健康ランドは全然違う、厳しいな、ちょっと練習しとくわ、なら健康ランドだけちょっと練習しといて、分かった、何これじゃあ最後の最後これは当てよう、っていうか当てれた人奈良健康ランド、うん、当てれた人、うん、言っておったらすごいわあ、私は分かってましたよ、分かったっていう人、まあ私がのキーは当てたっていうことだから、うん、そうそうそう、そうそう、じゃあ最後の問題いきましょう、うん、じゃあいきますよでは第3問絆創膏をあるよ、冠婚葬祭ベルコ、正解、最後の最後で最後の最後でこれはいい、これはいけた、これはいけた、これはいけた、うん、奈良健康ランド以外、じゃあもう一回最初から言って、だからあのお題のやつから、お題のやつからおさらいしよう、飛んで日にいる夏の虫、
なんでやねん。なんでやねん。いや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 、そんな都合のいい脳みそある？何回でも俺何回でも楽しめ、俺何回でも楽しめるわ。いやいやいや。例えば怖いって。すぐ記憶ない。怖いってさ。何回も初見の感じ。え、飛んで日にいる夏の虫。あ。ホテルに。いや違う違う違う、